趣味は占いなんよ。占ってあげようか。変じゃないかしら。本当？なんだか照れちゃうわ。私っておひなさまっていうイメージじゃないかな。でもこんなに可愛い衣装が着られて嬉しい。プリンセスもいいけれど、日本のお姫さまはみやびやかでとても素敵だわ。この間も源氏物語の現代語訳を読んだのよ。和歌やお香で相手に思いを伝えるところがロマンティックなのよね。私はちょっとせっかちなところがあるから、もっとはっきり伝えてって言っちゃいそうだけど、和歌は書けるかどうかわからないけれど、歌詞に自分の気持ちを乗せて書くのは面白そうだわ。直接的な歌詞も魅力的だし、間接的だけど心を動かす歌詞っていうのも素敵よね。今度海に手伝ってもらって、私も歌詞を書いてみようかしら。君も一緒にやってみましょうよ。歌詞に込められた私の気持ちが君にも伝わるかしら。熱いな。ここじゃ脱がないよ。